こんにちは。古今東西の影絵に関するプロダクトを紹介する影絵面白ミュージアム、ご案内はかかし座代表の後藤圭です。はい、代表の後藤です。今日もよろしくお願いいたします。はい、そしてアシスタントは桜本夏実です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さて第3回目はどんなものをご紹介いただけますか。はい、今日はね、ポストカードなんです。はい、ちょっとアンティークなポストカードなんですけども ね、 そうですね。これはね、実は影絵とか切り絵デザインの、ポストカードっていうのはもうヨーロッパに古くからたくさんあるんですけれどもね、今日は、ドイツの、プリシュケという作家のね、影絵デザインの、はがきを集めてみました。わー、いっぱいありますね。このプリシュケって人はね、今から大体100年ぐらい前のに活躍したあのドイツの作家さんで、ポストカードを出版したり、それから自分で、出版社を設立したりね、作家であって、そういった実業的な方面にも、仕事を伸ばした人でね、当時は結構人気があったんじゃないかなというふうに思うんですけどもね。はい、ヨーロッパにはね、こういった切り絵っていうか影絵っていうかね、そういったものの伝統っていうのがもう古くからあって、実は多分ですけどもね、ヨーロッパ切り絵っていうのは全部ハサミで切るんですよ。だからこういう細いところもね、みんなハサミでね、それもね、細かいそれ用のハサミじゃなくて結構大きなハサミでね、こう切るんですよ。信じられない。ちょっと信じられないんですけど、これがね、プリシュケさんが実際にハサミで切ったかどうかは僕わからないけれども、そういうレース切り絵っていうかね、そういう伝統もヨーロッパにはあるから、とてもその影絵とは距離が近いんですね。で今日はアンデルセンなんかもね、あの作家の、自分で切り絵を切ってね、それで近所の子たち集めて自分の作品を読んで聞かせて、で最後まで聞いてくれるとそれを配って最後まで見ないともらえないもらえない。そういうね、逸話も残っているぐらいで、とてもそういうことはね、伝統があるんです。で今回はそのプリシュケさんの絵なんですけれどもね、とっても可愛らしくて繊細でね、すごい細かいですよね。でドイツ語読めたらもっと面白かろうと思うんですけども私はちょっとわからないんですが、例えばね、これこのね、カードなんかは直訳しますとね、私が あなたが前より幸せになることを、最も願っていますっていうふうに、書いてあるらしいんですが、この男の人がね、小豚を抱えて、本当だ、ね、後ろからなんか天使か小豚がラッパを吹いてついてくるんですよ。ですから多分この小豚さんはこの男の人の幸せのために美味しい料理になってしまうのかなと、そういうことなのかどうか。あとあれですね、豚さんってどこかでは幸せの象徴みたいな、ドイツだったかを忘れちゃったんですけど、そうね、そういう話もあるらしいので、なるほど、食べないかもしれないし食べるかもしれない。じゃあ縁起物なんですね、小豚っていうのはね。だと思います。なるほど、そうですか。はい、それは面白い。はい。そんな風にね、ちょっとユーモアがあったり、それからとてもね、こう宗教的なモチーフがあったりね、このクリスマスですけどね、これなんかもね、とてもイメージの豊かな作家さんだな。多分これなんかもね、キューピッドだと思うんですけれども、ハートがいっぱい木になってるんですよね。かわいい。これ昔のね、活字体なもんですから、
ちょっとね読むのが難しくて、うん、そうですよね、スマホの自動翻訳ではなかなか出てきてくれないのでね、詳しくは分からないんですけれども、でも見れば見るほどこうなんか物語が見えてきたりとか、やっぱり表情が、うん、豊かですね、いろんな風に見えてきて面白いですね、はい、このプリシケのカードもね、この何倍も在庫っていうかね、コレクションがあるんですけれどもね、うん、はい、多分これは当時印刷したものじゃないかなと思われるものを、まあ、ちょっと集めてみました。はい、はい、ちなみに、はい、この中でお気に入りはどれですか？そうですねうーん、僕はねその一等端のね、はい、そのほらあの魔女でしょうかね、あ黒々とした大きなねおばあさんかなのデザインに小さい子たちが何か届けてますよね、うんうんうん、そのデザインがねとても大胆で面白いなと思って、います。はいはいすごいですね。さっきちらっと見たんですけど、ものすごいこれの倍以上の量のコレクションがありましたので、なんかそれだけでも展示してみんなに見てもらいたいです、ねね、面白がってくれる人がね、はい、たくさんいるといいんですけども、はいはい、ぜひご要望がありましたらコメントとかしてください、はい、さて今日はこのようなポストカードをご紹介いたしました。また次回もぜひご覧になってください。いいね、いいね、いいねと高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。